プレジオ。こんにちは。今回は大阪市浪速区にありますプレジオ南波アジアにやってまいりました。最寄り駅は大阪メトロ千日前線桜川駅まで徒歩7分、 JR 大和路線 JR 南波駅まで徒歩7分となっております。プレジオ南波アジアのお部屋の魅力も教えてください。わかりました。それではお部屋の紹介です。プレジオ南波アジアは A から E タイプのお部屋をご用意しております。そしてホワイトスタイル、シックスタイルの2つのタイプをご用意しております。その中から今回ご紹介するのは 1DK D タイプホワイトスタイル、約 31.57 平米のお部屋になります。一人暮らしにはもちろん、二人暮らしの方にもおすすめの物件となっております。プレジオ。まずは玄関からです。こちらの扉にはプッシュプルハンドルを採用しております。大きな荷物を持っている時でも軽々開閉できますね。そしてこちらがシューズクローゼットです。棚が取り外し可能となっておりますので、ブーツなどもしっかり収納していただけます。続いてこちらの扉を開けるとお手洗いとなっております。こちらのお手洗いにはウォッシュレット機能、脱臭機能、着座センサーがついておりますので、誤作動を防ぐ仕様となっております。そしてお手洗い上部には棚もついてありますので、掃除用具やトイレットペーパーなどの収納スペースとしてもお使いいただけます。お手洗いの向かいには洗面室がございます。こちらは洗面鏡がついた独立洗面台となっております。洗面鏡の裏と下のキャビネットが収納となっておりますので、水回りをすっきり収納することができますね。また蛇口が伸びる仕様となっておりまして、掃除もしやすそうですね。背面には洗濯パンがございますので、こちらのスペースに洗濯機を置いていただけます。続いては浴室を紹介します。浴槽もゆったりと広い作りとなっております。見てください、浴室テレビがついてます。そうなんです。こちらのテレビは16インチあります。ついつい長居しちゃいそうですね。こちらの浴室には浴室乾燥機がついておりますので、天気を気にすることなくお洗濯していただけます。気持ちいいな、ずっとここにいたいですね。次行きますよ。プレジオ。ではダイニングを紹介します。すごく楽しみです。こちらのダイニングは約 7.7 畳あります。広くておしゃれな部屋ですね。こちらの壁面にはアクセントタイルを使用しております。よりラグジュアリーでスタイリッシュな居住スペースを演出してくれます。見てください、こちらの窓、何か気づくことありませんか？え、窓ですか？そうです。こちらの窓はハイサッシを使用していまして、より天井を高く見せることができます。確かに窓がとっても大きくて天井が高く感じます。そうですね。従来の窓に比べると、より多く光を取り込むことができるので、より開放的な空間を演出してくれます。プレジオ。ここで僕のお気に入りポイントを紹介します。こちらの対面式のハイカウンターキッチンです。対面式で会話することができるので、カフェのような気分を味わえますね。またこちらのスペースを作業場として事務作業を行えますね。無料インターネットも完備しております。収納もございますので便利ですね。キッチンには斜めの2口のガスコンロを用意しておりますので、2つ同時に使えて便利ですね。またダイニング側に先ほどのハイカウンターがありますので、こちらに作った料理をすぐに出したり、
食べ終わったものをすぐに洗うことができるのでとても便利ですね。そしてキッチンの上とこちらの下に収納がございますので、キッチン周りをすっきりすることができますね。プレジオ、最後にこちらの間仕切りを開けると、洋室となっております。広さは約 4.86 畳となっております。この部屋にはエアコンも完備しておりますので、入居したその日から快適にお過ごしいただけます。大きなクローゼットがついておりまして、真ん中に仕切りがございます。二人入居の際は分けて使えそうですね。そして窓側にはカウンターがございます。構造上の特性を生かし、出窓調のカウンターを設置しております。入居者様それぞれのライフスタイルに合わせた利用方法で存分に生かしていただけます。プレジオ、プレジオナンバージャン 1DK D タイプホワイトスタイルのお部屋はいかがだったでしょうか。私はカウンターキッチンが印象的でした。こちらのマンションはペット飼育や二人入居が可能で、無料インターネットや宅配ボックス、オートロックも完備しております。それでは物件のおさらいです。なんとこの動画を見てお問い合わせいただいた方は、敷金、礼金、仲介手数料すべて無料でご案内させていただきます。これはお得ですね。プレジオナンバージャンが気になった方は、こちらの動画の説明欄からお問い合わせをお待ちしております。また公式 LINE からもお気軽にお問い合わせいただけるようになりました。 ID はこちらです。この動画がいいねと思った方は高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた会いましょう。